うしようかな。こんばんは。これから飛行機ですか？あらま、どちらへ？あ、かわいい。なにこの子、なにこの子誰？分け目がぐしゃぐしゃなんだ。こんばんは。って本当に鼻がかゆいけど、あーかゆい。見てこれ、ママの、ママのママのね、これね、おかしいんだよ。やっほー、ナナのおじさんさん。で、謎じゃないのか。肩の位置がおかしい、合わない。なんで肩がどこなのかわかんない、この服。なんかさ、肩の位置ずれてるよね。声出てない？うそ。こんばんは。かゆいわ、本当に。全部が全部。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。小さめ？聞こえるかな？ね、聞こえた。でも小さい。なんでだ。うわあって。うわ。今日ダメだ。後ろのプリントと相性が悪い。救急、ほら。風の音じゃない、口の音。ほよほよ言ってんのこれ。あー、ダメだ、携帯調子悪いわ。こんばんは。ね、本当に嫌だ、嫌い。画面がさ、縦になったり横になったりさ、勝手になるの本当に嫌い。口の鳴き声なんて本当に早く鼻かゆいし、画面が横になったり縦になったりするし、嫌だよ。さっき始めようと思ったらね、画面ブチ切れた。普通にやめてほしいわ。困っちゃう、困っちゃう。キュッキュ鳴るの嫌だな、これ。なんか見きよ、何がいいかな。キリケースが見えちゃう。よいしょ。なんかあるかな。
だからもう本当にやめて。病気になったりするのけど。こんばんは。なんでだろう。調子悪い。携帯の調子も悪いし、多分席が普通に声ちっちゃいっていうのもある。今日のファッション見せられない。下だってジャージさん暴れてる。暴れてる。下ジャージよ。ああ、ウエスト逆にしてみる？こういうことか。携帯はくるくる。あ、でもね、これ、わかんないよ。2歳にもね、布団寝てる。うわこれお気に入り、このアディダスのジャージ。アディダスのジャージっていいよね。結構好き。あと行けなくて残念でした。あ、それは残念。いつかそのうちまた予定が合う日で。お腹が鳴った。沖縄旅行もめっちゃ楽しみ。これあれすぎじゃない。別にこのジャージレッスン着てきて来たことないかも。この上なんだかんやないないんだけど。そう、早いでしょ。8時になったらもうみんな寝るの。一斉に8時になった瞬間一番静かになる。誰の声もしなくなる。こんな感じ。冷蔵庫の音が聞こえるぐらい。土曜日、土曜の新橋公園でミヨンさん。え、嘘。なんかそう、なんかさ、なんかそうとか言って、なんかね、最近さ、お話しする機会がね増えたの、前より。よくわかんないけど増えたの。そう、増えたのさ。だからなんかね、何なんだろう、わかんない。わかんないよ。よくわかんないけどね、お話しする機会が増えた。なんでだろう。よくわかんない。なんかね、でもあれだよ。あー、なんか鳴ってる。耳鳴りだ。あのね、あれなの、楽屋が隣なんです。あの重力の楽屋が隣なの。こっちがミヨンさんっていう楽屋なのっていうのもあるかもしれん。あと MC が一緒だったりとかするから、なんかね、お話しする機会が増えた。だからかな。なんかそう、いっぱいお話、なんだっけな、わかんない、わかんないや。わかんなくなっちゃった。
なんかね言ってた、話してたの。ダメだ。まんちゃん。あ、そう、なんか髪の毛伸びてきたけどね、あれなの、多分なんかよくわかんないけど大丈夫、食事の時邪魔にならん、よくわかんないけど邪魔にならん。こんばんは。よくわかんない、なんかね普通に食べれる。怖いね。あ、やばい、お腹が変。 AKB のですね、新しい目のメンバーです。16期です。16期生です。明日の公演中止だから、来週の公演はどうなんでしょう。来週っていつ？ですか。なんだ声が、なんか声がだったな、どうした、どうしたんですか。わかんないよ、声がどうしたんだ。いや特に変なもん食べてないやつ、多分食べてない。こんばんは。重力シンパシー公演を目撃者より、大変です大変ですすごく大変、なんか目撃者も大変なのもあったけど、何より MC がいっぱいあるの。重力、なんかもう自分がどの MC に出るのかよく分かんなくなっちゃう。あれこれ出たっけ、あれ出てないっけみたいな、 MC ありすぎて待って、これいていいやつってなっちゃう、いつも。あれれってなっちゃう。いや全然謝らないでください、全然全然16期生でございます。7月何日なんだ、6日月曜日 A 公演なんか発表されてません？待って、全然わかんない、何も知らない何も知らないとか、何もわかんないわ。コロナ感染減ってきた？なんかもうさ、見ても見ても増えてく一方だからさ、もう最近全然見てない全然見てないわ。疲れて死ぬふりも大変です、あれ難しい。ちょっとでもかなり前に出てる、嘘。メンバーは、メンバーも出てないか。生誕はいつやるんでしょう、いつでしょうかなんかさ、でもさ、ここまで来ちゃったらさ、あと18歳、残り5ヶ月くらいだよね、きっと5ヶ月くらいしかないの。なんかさ、生誕祭ってさ、先の場合だと17歳は
どんな1年でしたかと、18歳はどういう1年にしたいですかっていうのがあるんですよ。で、18歳あと5ヶ月で何をしたいかって言われるとちょっと難しいじゃないですか。かといって17歳どうでしたかって言われても、17歳なんかあったっけみたいな、もう忘れちゃってる。忘れちゃってるよ。どちらかというと18歳の方がなんかいろいろあったから。そう、難しくない？だからどうしようって今すっごいなんか考えちゃってる。もし聞かれたら、もう聞かれるんだけどきっと。ね、そう、フラガール出ました。それはね、18歳なの。だから18歳はどんな1年にしたいですかって聞かれるから、えみたいな、待って待って待って、18歳はどんな1年でしたかだったらあるんですよ、いっぱいあるの。17歳って聞かれるとないなみたいな、17歳何してたっけみたいな。もう分かんないよ。もうそう、最近そのパターンのメンバーも多いです。とても、あの公演がさ、8人公演になっちゃったから、なんかさ2人公演の時もあれば8人公演の時もあるじゃないですか。だから生誕祭なかなかできないのね。だからすっごい困っちゃう。体調不良あります、あります、全然ありますよ。体調不良で公園出れなかった時あります、あります。なんだっけな、インフルエンザとかあった気がする。インフルエンザとあとなんかいろ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 あった気がする。そうそう、難しいですよね。そう、2020から21何したみたいな。何したっけみたいな。2020はい、なんか早くないみたいな。そう、18歳はもういっぱい言えるの。そう、18歳のなんか18歳はどんな1年でしたかって聞かれるといっぱい出てくるの、もう今の時点で。いっぱい出てくるけど17歳、いやー出てこんなーみたいな。髪切った、確かに顎に1回切ってるから。でさらにほっぺまで切ったのがあれも18歳だったから、ギリギリ入るのがあの顎まで切った時が多分ギリギリね、あれなの17。難しくない？そう考えると、顎まで切った、ほんと今の長さぐらいの時。教習所でもダメです、教習所まだ終わってない。教習所終わったけど車の、 あの、運転免許の学科まだ受けてない。なんか受けようと思ったらねダメだった、その日予定合わなかった。あ、七夕書きました、書きました。なんだっけな、世界の人口と会話をするだった気がする。そうそう。そう、そうなんですよね、10月誕生日なの。だからでもなんか言うことない、どうしようみたいな、あったとしても困っちゃうんですけど、どうしたらいいですか。本当にどうしようってなってる。規模でかいでしょ。だって今さ、なんか配信なんていうの、あ、リモートリモート増えたじゃないですか。だからさ、ぶっちゃけさ、お話し会とかもさ画面越しじゃないですか、実際に会ってるわけでもないから。
だから会えなくてもお話ができるんですだから人口って書いて世界の人口ちょっと思い出せない、何十何億だった、何十何億かだったよ、40何億とか、そうそう、今は画面越しだから、ね、だからいろんな人に会えるじゃん、あ、じゃあそうしようってなって書いた軽って、先週の月曜日の晩ご飯も思い出せないのに、いや、ここにもっとすごい人います、昨日何食べたか思い出せない人がここにいるから昨日何食べたっけって感じも、もはやなんかもう最近さ、なんだっけ、名前すら思い出せない、あ、ズッキーニ食べすぎて、何食べてんのか分かんない、一日一ズッキーニみたいな感じだから、他に何食べたっけってなってる人、昨日も何食べたか全然思い出せないわ、何食べたっけ、昨日話し返してたよね話し返してたよね、全然わかんない、お弁当は食べてるじゃん、朝ごはんがズッキーニのお味噌汁だ朝ごはんズッキーニのお味噌汁飲んでた、もうね、1日1ズッキーニ絶対あるから、お腹がなんかプーって言ってる、ズッキーニズッキーニの味噌汁、ズッキーニとあと玉ねぎと あともずく入ってる、つく、そうそう、美味しいよ美味しいよ、あとじゃがいも入ってた、じゃがいも美味しいのズッキーニの味噌汁美味しいよ、めっちゃズキーニ、ズキーニ、なんかね、お腹がプスってやんだけど、何、もずく、そう、もずくも入ってる、もずくとじゃがいもと玉ねぎとズッキーニ、今日も飲んだ、また作ってた、なんでこんな家にズッキーニあるんだ、食べても食べてもなくならない、なんで、なんかさ、家の前にさ、ズッキーニの畑があるんかっていうぐらいズッキーニ出てくるんだけど、なんでよくわかんない、最近は本当にズッキーニばっかりと、今年はズッキーニの夏だ。あとね、去年はね、去年はあれだった、山形のだしみたいな、ナスとオクラと、お、嘘、モロヘイヤあとね、なんだっけな、あとナメコだ、ナメコはカッコ入ってる時もあればない時もある、あとキュウリを、めんつゆ入れてめっちゃ細かく刻んで、なんかめんつゆで味付けしたやつっていうの、なんかあれ、生、全部生だよ、
それ山形の出汁みたいな。なんかいる待って、なんかいるんだが耐えられない。ね、今日窓開けてたからなんか虫入ってきちゃったよ。どうしよう、なんかいるさ。キモキモワックス、なんかね、誰、君誰なえ、やだ、潰れる音聞きたくない。イヤホンだ、イヤホンやだよ。どうしよう、なんか物が欲しい。無理か。あ、足がつっちゃう。うん、全然でかくない、ちっこい。待って、本当に足の土踏まず。あ、つっちゃう。どうしようかな、この子。潰したらかわいそうかな。あ、こっち来た。開けない、どうすればいいんだ。汗拭きシート3枚犠牲にした。はあ、どうしようか待って、どうしよう、久しぶりに虫と戦ったわ。どうしようかな、とりあえずどうするべきだどうしようか。いや、気持ち悪い。めっちゃ早いよ、めちゃくちゃ早かった。全然飛ばない子だった、飛ばない子なんだけどね、バカ早いの。どうしようかね、これはどうするのが正解なんだ。とりあえず歩き回ってたところを拭いて、ちょっと油っぽそうだから蒸して。どうしよう、どうするべきか、これはどうする。色的に G じゃないの、どちらかというと、なんだろう、芋虫みたいな見た目。芋虫、芋虫、なんかなんだろう、なんだろうって見ようと思ったけど見る勇気ない。誰、とりあえず捨てるね。マジ誰って感じなんだけど、どこの人。うん、やだよ、かゆくなってきちゃったよ全部。マジ誰、どっから来たの。窓開いてたけどさ、今日さ
ジ誰だよ。なんでなんで。あ、無理。二重にしよう。なんかちょっと魚っぽい、トビウオみたいな。絶対なわけないんだけど、トビウオマジなんかね、トビウオだよ、トビウオ。見た目トビウオ。何トビウオ、トビウオっぽい虫って何。マジトビウオだよこれ。見せたいけど、マジトビウオマジトビウオとか言ってマジでトビウオなの、色がトビウオだよ魚みたいだった。魚の中にいるあのエビみたいな、ああいう感じのトビウオバージョンみたいな。なんかさ、シャリシャリしてさエビいるじゃんあれのトビウオ版みたいな。マジどっから、どなた、マジ誰だよ本当に。どこにいるでもね、マジちっちゃいからほんと、長さこんくらいで、細さマジって鉛筆の芯みたい。マジトビウオみたいだったんだけど、初めて見た。トビウオ難しいね、初めて見たぜ。マジ久しぶりに戦った。手がとてもいい匂いになっちゃったよ汗拭きシートで戦ったから。ね、色はトビウオ色はトビウオ、トビウオの色してたよ。なんか見た目が、あのちっちゃい、よく端っこでシャリシャリしてるエビみたいな。もう生きてない、確認した。見たんかいって、ちゃんとね、命中してた、この子のおかげ直接触るのは嫌だよね。タオルかぶせ、タオル、汗拭きシートかぶせてさ、その上からジャーンってやった。かわいい、仲間いるかな、やだな。こんばんは。そう、あのなんだっけ、筋膜ローラー的なやつ。うん、劇場に銃が出ると酒が退治するよ全然ゴキブリは平気ゴキブリは全然平気なの。うん、ゴキブリは人生で腐るほど見てきたなんかさ、画像でさ、マンホールにさ、ゴキブリがさ、へばりついてる写真とかあるじゃないですか。あれとか、なんかさ、昔流行ったじゃないですか。なんか、タイムライン
タイムラインにさよくさマンホールにゴキブリへばりついてる写真を載せてさ、なんかこれをなんかいいねとかなんかしないとなんかリレー的 なんかこれを回さないと、あこれを何人かに回さないとあなたんちはゴキブリでいっぱいになりますみたいな、なんかあったの。なんかそれとか見ちゃったし、あとちっちゃい頃住んでた場所はね、なんかねよくゴキブリいる場所だった。住んでた場所の近くっていうのかな、がめっちゃゴキブリいる場所があったの。だからそこで慣れたそこで慣れちゃった。あったのよ、ちっちゃい時住んでた場所の近くになんかねあったの。なんて言うんだろう、あの網のところにゴキブリが腐るほどいて、あ、そう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 、チェーンメールみたいな、それ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 があったの。それでいっぱいゴキブリの画像を見てたし慣れちゃった。え、Gはねダメだよ、あのねホイホイ置いてるよずっとも。それでも出る、全然出るっていうか持って帰って持って帰ってきちゃう時とかあるどういうことだよって。ほんとね、例えばプールに遊びに行くじゃん、でさなんかレジャーシート引いてたので、レジャーシート畳んで家帰ってきてレジャーシート洗おうと思って広げたらそっからゴキブリ出てきたりとかマジ不幸すぎるんだけど。あ、そうそう、不幸の手紙、そういうの。だから慣れた。ゴキブリはね、洗面所とかなんかそういう場所、洗っても大丈夫な場所で出るんだったらあれが早い。食用洗剤、食用、食器用洗剤。うん、そのレジャーシート、そのレジャーシートは捨てた。なんかね、それに2回あったんだけど1個は捨ててない1個はね大丈夫だった、洗えるやつだったから。だから漂白剤で洗ってって言ってたまま。そう、夏はだから嫌いっていうのも、虫出るし、いやなんて言ったってさ蜂が追いかけてくるのさ、それが嫌な。田舎の地は細くて茶色、そうなの、初めて知った。さっき田舎でも大きいのしか見たことない、そんな大きいわけでもないけど、あでもさっきあれかも、ちっちゃいって、あちっちゃい、細いってこんくらいのやつですか、こんくらいになったらわかるかも。そう、蜂追いかけられる夏、たまに網戸に蜂挟まってるし抜けなくなってやんのめっちゃおもろい。助けてあげたいけど助けられないよね、で刺されたら嫌じゃん。そう、北海道にGはいないっていうね。あ、だってあれでしょ、沖縄のGはでかいんでしょ、やばいよね。え、何、砂漠とか行ったら人間くらいの大きさの G いるのって感じだよね。やばくない、熱くなるほどでっかくなるんでしょ。あ、地獄のシャワーは意外と平気かも、あんまキャキャ言わない人だったから。そう、本当にハチはかわいそうかわいそうってどっちもお互い様にかわいそう、刺されてもかわいそう、自分がかわいそうだし挟まってんのもかわいそうだし。でもさ、蜂ってさ刺してさ、刺したらさもう針抜けちゃってなんか内臓
取れて死んじゃうみたいな言ってたからさ、ね、それはそれでかわいそうだよね。お互いかわいそう。すすり？え、さすりって何？どんなやつだ？サソリ、サソリって海にいる。え、絶対いそうだよね、人間サイズの血。なんかラスボス的なラスボス的な感じで出てきそう。なんだろう、弟子やったやつ誰だみたいなあー、わかんねえね、知ってる、最近でしょそれ。あやなんさんの配信中に字出たって。最近じゃないですか、割と。先週とか。先週？うん、先週だよね。先週か先々週ぐらいだったよね。うん、スズバチはそうだけど、スズメバチ何回でも刺せんの？それ初めて知ったんだけど。サソリ、どなた？サソリ、サソリ座のサソリだよね。海にいるやつ。え、テラフォーマー？カナヘビ、カナヘビなんかおじいちゃん言ってた気がする。カナヘビ、カナヘビかわかんない。なんかカナヘビって聞いたよ。すすりググれない今。わかんない。でもすすり、すすりはないかもしれん。海にいるかな、すすり。海にいたらあるかも。どうだろう。ということ、ということ。握手会会場の配信。そう、出てきたっけ。全然思い出せない。サイズのチーズと戦うやつ。なんでテラフォーマーズって聞いたことあるんだろう。え、あれ、目がさ宇宙人みたいなさ、もう丸いやつ。なんかちょっと、違うかな。なんか触覚みたいな入って、あれゴキブリ？あれは違うっけ？映画にもなってる。テラフォーマーズ、なんで聞いたことある？調べますね。想像してたやつと合ってた合ってたよ。なんかさ、たまにさツイッターで出てこない、あれツイッターで出てこん？めっちゃ出てくるんだけど、あれよく写真が出てこない、あれ。ツイッターでなんか誰かさ画像よく使ってない、あれ。なんかちょってだってさ、目がさこういうやつ、まん丸いやつ。
ね、作ってるよね。それで見たことあるの。なんかさ、あとさ、もう一個ない？なんか目がさ、ギョロってしたやつ。ギョロってしたやつ。あるよね。なんかちょっとゴーグルっぽいさ、なんだっけ、紅の豚みたいなさ、メガネつけてるのもあるし、なんかさ、それは違うやつかもしれないけど、わかんないけど、なんかめっちゃさ、こんくらい目がでかくてさ、なんかすごい目だけ見ると可愛い、なんかピエンみたいな感じの目してるやつ、それは違う。あれは何なんだろう、それも気になる、それもよく見る、なんかゴキブリっぽいやつ。あ、それも、あ、そう、ギョロメ、ギョロメ、ギョロメちゃんです。マイクはどう好き、ギョロメ、なんかギョロってしたでっかいさやつでさ、なんかあんな大きいゴキブリじゃないけどさ、なんか手下みたいなサイズ、サイズ感的に手下サイズ感的に手下っぽいやつ、そうそう、それをよく見るよ、ツイッターで。それと同時になんかよくわかんないけどね、見るの。そう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 、こんばんは。テスト的な、今はど、今日はどんな話、うん、 G の話G の話、ゴキブリで、ゴキブリの話してたいます。あと生誕祭の話、あと5ヶ月で18歳終わっちゃうのに、18歳の1年はどんなことしたいですかって聞かれた時なんて答えるかっていう話。あとなんだ、あ、そう、もう18歳はどんな1年でしたかはあるけど、17歳はどんな1年でしたかはないっていう話です。記憶力がないよって話かな。そう、虫、そう、虫、虫が出たのさっき、虫がね、ひょこひょこって出てきて、なんかトビウオみたいな色した、なんかイモムシみたいな、イモムシなんだ、なんか見た目イモムシっぽいけど全然動きがイモムシじゃなくて、色はトビウオで、あとなんかちょっとクルマエビ的な、なんかさ、ちっちゃいさエビいるじゃん、あれっぽい感じのやつ、やつが出てきて、足拭きシートとこれでやっつけた。あ、そう、あとは最近ズッキーニのご飯ばっかり食べてるからっていう話かな。ズッキーニばっかり食べてるよって話かな。あ、そうそう、あと砂漠には人間サイズのチーがいるっていう話、わかんないけど、やだよ、今年も G にたくさん会いたくないよ、だって疲れんじゃん、倒すときね、あれ体力めっちゃ使うよ、逃げんの早いから、なんなら飛ぶし、本当になんなんだろう、今まで何回戦ってきたんだろうっていう。好きに美味しいよ、あのね、あの壺っぽいズッキーニが美味しい、壺っぽい、うん、丸っぽい、全然ツボじゃないね、丸っぽいズッキーニが美味しいよ、なんかボールみたいな、蹴鞠みたいな蹴鞠、蹴鞠みたいなズッキーニが美味しいな、真ん中トロってしてた、美味しいんだよ。そう、いい勝負だよ本当に、ジーと戦うときは。そうそう、本当にね、体力、あの一回ね閉じ込めるの、あの劇場だったら、あの誰も使ってないカゴがあるの、
そのカゴに閉じ込めんの。でカゴ網網してんのね。だからその上からさ、閉じ込めた上からさスプレーかけんの。そうすると一撃。家だとカゴってなかなかないじゃん。だからゴミ箱を一回出して、袋をね出してそこに閉じ込めて、で上からバン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 って叩いてくるくる回してそれで下からスプレー入れる。一回ちょっとね、頭に輪っかできるようにさせるやったりとか、あとは洗面所とかに出た時が一回あったら、その時はあの食器用洗剤、洗える場所食器用洗剤一撃なの。あれはそこで食器用洗剤マジ神。あのねスプレーね、 G 用のスプレー全然効かないんだよね。だから匂いやばいけど八王のスプレーで倒したことは八はマジ一撃よ本当に。シュッてやったらチーンってうん最高。 GO はね全然ずっとシューってやって しばらくしないと全然で、それまでの間すっごい動き回る。 GO なかなか効かないよあんまり。ちっちゃいやつだったらさ効くかもしんないけど、普通の大きさはあんまり効かない。そう本当に得意。え、そう本当飛んだ時ありえないよね。もう飛んだ時発狂よ、みんな発狂。いやマジどっから声出してんだよっていうぐらい発狂するよみんな。待って待って待って飛んだよやばくないみたいな。本当にやばいよ。そうそうそう食器用洗剤はね息できなくなるから、あのねすぐねチーンってなる。そうそうそうチーンってなる。しかもあの潰すと卵産むっていうじゃん、卵なんか子供産むなんかよくわかんない言うじゃないですか。そういうわかんない、何がどうなのかわかんないけど、まあなるのね、とりあえず増えるらしいの。だから食器用洗剤がいいよっていうのを聞いた。卵わかんない、どうやって産むのかわかんないけど、なんか産むんだって。そう死んでからなんだって。言っちゃった普通に言っちゃった。そうお亡くなりになってから産むんだって。って感じだよね。それかお亡くなりになる手前なのかわかんないけど、とりあえず増えるらしい。だからそう、え、そう前はそうだった。さっきは保育園ぐらいの時は潰してた新聞紙を常にストックしといて、パワーンってママと一緒にバコバコやってた。あっち行った、そっち行った、あーみたいなやってたよ保育園の時。やけてた。使ってるカゴは、え、違う違う違う全然違います。あのメンバーが本当は衣装を入れてるカゴなんですけどでもそれのカゴ1個だけなんか使ってないカゴがな、1個2個わかんない2個ぐらいあるの。なんかちっちゃくてカゴがちっちゃすぎて衣装がはみ出ちゃうから使わないのみんな。それを避けるわけ。まあ一応ちゃんと洗ってるよ最後、安心してメンバーだから被害あんのもしそのちっちゃい子ちっちゃい方使ってる人いたら
いないと思うけど。虫苦手だよ。でも大丈夫なやつは大丈夫。ダメなやつはダメ。エタノールでできんだ。アルコール？なっちゃった。なるほど。なんかさ、じってさ、エビのさ尻尾と同じ成分なんでしょ？まあエビの尻尾食べたことないから分かんないけど、かといってジーも食べたことないし分からんけど、なんかそれは聞いたことある。突然ジーが現れたら閉じ込める。じゃあカブトムシの方が無理かも。全然可愛くない、全然可愛くないです。言わない？言わない？そう、エビの尻尾とジーは同じ成分だって聞いたことない？めっちゃ言われるんだけど、食べたことないかわかんないけどさ、なんかね、そう、なんか食べてる子がいて、エビの尻尾を給食でね食べてる子いたから、その子すごい言われてた。さっき言われたね、成分なんだよって。すっごいかわいそうだよね。エビの尻尾好きとか言いながら食べてるのにさ、その横でさ、それゴキブリと一緒の成分なんだよって。マジ嫌だった。そんな子の隣でご飯食べれないよ。やだよ。カブトムシ持つところないよ。だってすぐ羽広げてどっか飛んでいくじゃん。かな分無理。そっちの方が無理だわ。コメントがバグっちゃって、なんか上したり下行ったりしちゃった。スリッパ履いてないからね、パシッて血が利きするメンバーはいないです。スリッパね、あんま持ってる人いない。履いてる人いない。劇場で2回公演の時あるかもしれないけど、ね、最近1回の方が多いから。それは気絶する。急に飛んでくるのって心臓に悪いよね。寿命が50年くらい縮んだ縮んだとか言って縮む。虫の解剖は無理だよ。アディダス、待って待って、どういうこと、どういうこと。僕の心臓はチキンして。嘘嘘、食べれんの？どういうこと。タンパク、タンパク、チキン質。そうなん、避けちゃうじゃん、チキン。やばいじゃん、心臓ほぐれちゃうじゃん。楽屋の履物、レッスン靴。ムカデダメかも。でもムカデもね、あれですよ、一緒ですよ、食器用洗剤。蚊に刺されること、蚊に刺されたこと全然あります。去年2日で14箇所刺された。虫嫌いです。わかるわかる。バイク乗ったことないからわかんないけど、
あのね、自転車乗ってるとね、めっちゃね、気づいたら白い服着てたら分かる、すぐ。あの白い服着ながら自転車漕いでると気づいたらなんか虫でいっぱいになってる服。みんなね必死にへばりついてるのなってる心臓ちっちゃい、のみ。ああなるほど、そういうこと、臆病っていう意味ね。なるほどなるほど。あ、じゃあさっきもチキンだ一緒だ一緒だ。え、そう、めっちゃあるよ。白い服着ながら自転車乗ってみてください。うーん、おすすめは木の前。なんかさ、たまにさ、木が壁になってる時あるじゃないですか。木が壁っていうの、なんか木で仕切られて、草、あの公園の草とか、そういうとこ、草がいっぱいあるところの近くを自転車で通ると服に絶対つく。マジいっぱい虫ついてるよ、気づいたら。なんか黒い点々がいっぱいついてる。本当にやばい。うん、川の横とか、てか今の季節、今の時期やばい、めっちゃいるよ、めっちゃいるめっちゃいる。あの雨降った後とかやばい、もういっぱいモンモン飛んでる、うわーってうわーってなってる。なんか普通にさ歩道歩いてるとさ、たまにさ、あーって虫なっててさ、そこ直撃するともう最悪。あ、終わったってなる。なんかさ、近くに行かないとあれわかんないじゃん、飛んでんのか。だからやだ、本当に。うわーっているのいっぱい。ちっこいやつが。いやあ、あれは本当に嫌だ。さっきカエル触れないけど、まあ、大丈夫かもしれない割と。なんかね、修学旅行で、修学旅行多分、なんかね、新潟行ったの、学校で。中学の時ね、中3の時行ったので、その時にカエルがいたの。なんか名前忘れたけど、なんか名前つけて遊んだ記憶あるから多分大丈夫。え、絶対ついてる、森ん中自転車通ってた、絶対ついてるよ。で、制服黒いからあんまり分かりにくいかも。スカートだったらめっちゃ分かりやすそう。あのよく見たら、あのスカートって全部つながってんじゃん、だからいっぱいついてそうズボンだとさ分かれてんじゃん、パカって。だからさ、意外とあんまりつかなさそう。カエル好きではないよ、そんな。なんかさ、こないださ嫌な話聞いちゃったからさ、それであんまりってなったかも。そんなにって感じ。なんかさ、カエルってさ、雨降った後やっぱりいっぱい湧く、湧くっていうの、なんか出るじゃん。でさ、水たまりの中さ、自転車でバーン通ったらさ、カエル引いちゃってさ、カエルのさ鳴き声とさ、なんかね、変な声するの、カエル引かれた時って。あ、それとさ、なんか水たまりにカエルが浮いてるって言ってるのを聞いたの。だからそっからあんまりになった。
ああ見逃しなある意味ひき逃げだね。確かに確かに、なんかねそれを聞いた、やばいよね絶対無理。てかそもそも雨の日自転車無理無理とかだってお尻濡れちゃうじゃん、だから乗れない。わかんない、でかいかいるかは知らないけど、なんかそういう話を聞いた。あーって感じだよね。あー無理だーって感じ。新潟の万葉シティ行ってないです。あのね、さっきね畑に行っただけだ、なんか農作体験みたいなして、なんかね畑のお手伝いしてきた。なんかさ神奈川にも畑あるのに、なんで新潟行って畑やんないといけないのかよくわからなかった謎じゃない？だってさ神奈川いっぱい畑あんじゃん、あの三浦の方行ったら。なのにさわざわざさ新潟行ってさ畑して帰ってくる、謎だなって思ってた。だったら神奈川でいいじゃんね、神奈川ほぼ畑だよね。そうそう謎。制服だったらスカートで帰るよ、決まりだから。修学旅行いいな。なんで京都と京都か北海道最高じゃないですか。さっき新潟だったよ新潟で畑やったよ畑。しかもね最終日公園だったの、だから何泊したのか全然覚えてないけど、最終日の朝に新潟から一人で帰った。新幹線、電車と新幹線使ってでそのまま公園行った。あの芋栗佐太郎の時知ってる方はいると思う、芋栗佐太郎の時嘘、畑で仕事してから公園行ったの面白すぎた。まさか一人で帰ると思ってなかった。そう、芋栗佐太郎が美味しいのさ、わざわざなんかよくわかんないけど、なんか美味しいなんかお土産がいっぱい集まってる、美味しいお土産屋さんが集まってる場所が郡山って聞いたの。なんか新潟かなに住んでるパパの知り合いの人にそう言われたの、郡山にいっぱい美味しいも の, いあのたくさん売ってるからそこでお土産買ってから帰るといいよって言われた。そうだから、そうそうなの、新潟から出てきたんだけど一回郡山やってから郡山から新幹線で帰った郡山まであの電車で行って、新潟からで郡山寄ってそこから新幹線で帰ってきた。そうそうそう福島です。 そこにいっぱい売ってた。あとクリームボックスだけそうとかなんかいろいろ売ってたけど、芋栗佐太郎めっちゃ美味しかった。だってその後にそのパパの友達にあの電話して芋栗佐太郎大量に送ってもらったそれぐらい美味しかった。そうそうそう、一人で帰った。ほとんど爆睡だったけど。
爆睡した。なんかさ、あの新潟から乗った駅が無人駅だったの。誰も一人だって、誰も人いなくて、あの駅員さんもいなくて無人駅だったの。だからさ、本当にさ何もなくて、全部ずっと草だったし、電車ね、窓から見てたけど、ずっと草だったから、あ、もうこれずっと草だなと思って寝た。長かったし、めっちゃ長かった。そう、芋栗里、芋なんか栗、なんかおまんじゅうっぽい感じかな、例えわかりやすく言うと和菓子系です、多分。多分あれは和菓子ですよね、絶対。そう、美味しいの、食べてほしい、みんなに配りたい、これ。劇場でどうぞ。お見送りの時に。ゆっくりさせる。そう、あ、食べたね。それってさ、ママドール、なんかわかんない。そう食べた。なんかね、その芋栗里を買った時にこれあげるって言われて、おばちゃんからもらったの。これ持っていきなって、なんかくれたの、2つぐらいで食べた。ママドールか、ママドール、またドール、またドール、またドールが分かんない。遊びに来たよ、ありがとうございます。で、またドールってなんだ、ちら。分かんないよ、ルア下がる、ママドールかな、ママドール、ママドール、ママドール、マドレーヌ的な。マドレーヌ的な、またん、ママドール、初めて知った、スペイン語なんだ。あ、それママドール、多分ママドールかな。おママドール、ママドール、ママドール、お、それ、あ、なるほど、ママドールね、覚えた、ママドール。いや、そう、なんか いつも分かんなくて言わなかった。言えなかった。言えなかったが正しい。いつ分かんなくて全然違う発音で言ってた、恥ずかしいなと思って。ママドールね、覚えた。ママドール2つもらった、あのおばちゃんに。本当に何を買っていけばいいのかは全然分かんなくて、すっごい記憶にあるのが、次の日が稽古園だったの。冷蔵庫の中にクリームボックス置いて帰って、かなぶんにライスあげるって。冷蔵庫の中のやつ食べといてって言ったの覚えて。
があるのか。なるほど。沖縄旅行家族行かないです。行かないです、行かないです、全然行かない。まだわかんないけど、今のところ友達と行くって。友達と、なんか一人で行くのなんかさ寂しいじゃん。どうしようってなって、友達が予定合えば一緒に行こうって言ってくれたから、だから友達と行くと思った。さすがに一人で沖縄は行けん。さすがに一人では行けないです。東京で精一杯なのに。東京で精一杯なのに。本当に。おりんちゃん？席はおりんちゃん。でもおりんちゃんっていう子もいるし。わかんないよね。なんか、多分おりんちゃん？あれ？わかんない。おりんちゃん？おりんちゃんが正しいの？わかんない。席一人旅ダメなんです、帰ってこれない。絶対帰ってこれなくなっちゃう。気づいたら沖縄の海に沈んでるかもしれない。イントネーション難しいですよね。だって席んちでもいろいろ意見分かれるものあるよ。いちごをいちごっていう人もいれば、いちごっていう人もいれば、あとなんだっけな、なんかいろいろあるの。なんだっけな、ちょっと思い出せば。沖縄一人行けないじゃん。本当に行けないと思う。気づいたら沈んでそう。そう、沖縄なのに。オリンピック、オリンピック、オリンちゃん、オリンちゃんだと、オリンちゃん、あれ、オリンちゃん、オリンちゃんって言ってる子いなくない？言ってる人いる。オリン、あ、分かった。ちゃんつけてないからだ。オリンピック、オリンだったら、分かんない。オリンちゃん難しいね。難しいね。おりんちゃん、おりんちゃん難しい。ちゃんつけると難しい。おりんちゃん、おりんちゃん、あれ、おりんちゃんだといつもと一緒じゃない？おりんちゃん、おりんちゃん、おりんちゃん、あれ一緒だよね。そうなると
ホリンちゃん。じゃあ合ってんのか。確かにトムさんが一番正しいかも。確かにそりゃそうだ。オリンちゃんだっけ。ん違う、オリンだ、オリンちゃん。なんかさ、ちゃんつけてるとさ、つけてないのなんか違うように聞こえるね。多分一緒なんだけど、ちゃんありとなしでなんか違うように聞こえる気がする。気のせい？気のせいか。おりんちゃんだよね。好きでいつもおりんちゃんって言って、おりんちゃん。フラガール出てました。踊り難しかったです。とてもなんかね、腰をさ、腰を、腰があるとします。腰がさ、こう動かないといけない。腰がなんて言うんだろうな、腰がね、こう動かないといけない。それがすごい難しかった。股関節をよく使うのけどさ、股関節あまりよろしくないからさ、難しかった。カッチカチやから、股関節ね、ダメなんです。よくないの。だからめっちゃ大変だった。カッチカチだったから。でも初日は本当に全然できてないと思う。千秋楽の方ができてた気がする。多分ね、比べたらすごい、こんなに違うのってなっちゃうと思う。でもそれぐらい違うと思う。あー、腰痛、腰痛いの嫌ですよね。とてもわかります。めっちゃわかります。腰痛いのってどうしようもなりませんよね。なんかさ、マッサージしても良くなったとしても一時的じゃないですか。すぐダメになる。何なんだろうね、腰って。腰って何なんだろうですか。サリさん。え、サリさんでもね、なんかわかんないけど、サリさんもあまり話すのが得意じゃないって言ってたの。だからよく稽古中とか端っこで一緒にお話ししてた。はい、元気でしたよ。元気でした、元気でした。あのお稽古中すごく面白かった。なんかさ、フラダンスをやってみてみたいな、見せてよみたいな。だって厳しいオーディションを勝ち取ってここにいるんでしょみたいなシーンがあるんですよ。その時にの、 あの稽古中の時のそのシーンがめっちゃ面白かった。なんかもう、面白すぎてた。だからもうちょっと抑えてって言われて、それぐらい面白かった。めっちゃ田舎っ子。え、でももともと田舎っ子だから。もともとめっちゃ田舎なんですよ。田舎っ子なの。確かにちっちゃい子ね、お人形とかさ、メルちゃんとかさ、送って出てたらさ、めっちゃリアルじゃない。
ねえ、腰痛とは長い付き合いですよね、本当に。治る気配なしだよね。嫌だよね、わかりますよ。それプラスさ、ぎっくりになっちゃうとさ、それ癖づいちゃってさ、何回も何回もなるからさ、最悪ですよね。え、わかりますわかりますとか言って出てる本人だけど、え、本当に初日緊張しすぎてどうしようってなってた。あの幕が閉じてる時もわたわたしてた、ずっと。そう、先週だけやばかったです。めっちゃ面白かった。神奈川出身です。神奈川出身ですよ。でもね、聞いてほしい。ちょ、待って、え、マジで自分すごいなって思ったことがあったの。自分で言うなしって感じなんだけど、自分ってすごいなって思ったことがあったの。一個あったの。あのドラフト会議、 AKB のね、ドラフト会議受けてるんです。第2回ドラフト会議の時受けてて、その時小5だったのね。で、小5の時、今思えばすごいなって思うことが一個あって、全然ダンスもできないし、歌もできるわけでもないし、特に何もできることがなかったけどね、一個だけあった。一個だけあった。あのね、あの時席2時間半かけて一人で行ってたの。えって感じだよね。2時間半かけて行ってたの、正午で東京まで。もう、え、待ってみたいな。最近気づいた、自分すごいと思って。正午で2時間半かけて東京、なかなかだなって思った。なんかさ、妹とか電車あんまり乗らないから、そう、そう考えると自分すごいなって思った。それだけ。一個しかない、逆にそれしかない。なんか特技あるわけでもないし、その時特に何もなかったから。そうそうそう、小5でよく2時間半一人で行ってたなって。さすがに初めて行った時はママについてきてもらったけど、2回目から自分で行ってた。偉いよね、びっくりなんだ。バス乗って、あ、最初歩いて、バス乗って、電車乗って、乗り換えしてみたいな感じだった。しかもバスの乗り換えもあったからね。いや、でもあの時言うてそんなめっちゃ長いってわけでもなかったかもしれない、小5の時も。今年高校受験なんだけど、え、頑張ってください。大丈夫です、できる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 。あ、やばい、めっちゃ足つっちゃった。大丈夫、なんかね、わかんない。さっきの場合は、あ、でも高校の時はそうでもなかった。全然そんなことない。さ、高校の時、さっきの方が全然やばい状況だったから大丈夫です。全然大丈夫です。高校時期大丈夫。ここに一番やばい人いるから。でも高校行けて卒業もしてるから大丈夫です。大丈夫大丈夫。あ、そうですそうです、いた時に出てました、一緒にいた、いたとかに。そう、2時間半かけて行ってた。一人で泣かなかった。
なんかね、電車とか泣かないっていうか泣けなかった。泣けないじゃん、人いっぱいいるし。あとなんだろう、あ、そう、なんかコンビニのさ、チーズポケポケージョンみたいな、なんかさパンあるじゃないですか、チーズのさ、もっちりした3個入りだ、3個入りのやつ、あれがさ、あれが大好きだったの。そのために頑張ってた。それを食べたいから頑張ってた。それをね、帰りに買ってた、買って食べながら帰ってた。それが日課だった。それで頑張ってた。あの時の先はあれがなんだろう、ご褒美だった。高級ブランド的なそのぐらいのご褒美だった。だから、あ、そう、ズンもいた。そうそうそうなの。だからあの前回のチーム、岡部チームの時は大集合してた。めっちゃ集まってた。チーズみたいな、もちもちしたパン3つ入ってる、ちっちゃいやつ、あれが大好きだった。あとスティックバージョンもあったの。たまにスティックにしたりして帰ってた。マジめっちゃ美味しかったよ、大好き。あれは本当に大好き。あ、ロマンティックじゃん、見て。ね、いっぱいいましたよね。そう、大集合だった。こんばんは。めっちゃグーってなっちゃう、嫌なんだけど。嫌だよ、本当にグーってなるの。これはね、おばあちゃんと一緒だ。おばあちゃんもね、同じ悩み、悩んでた。同じ悩みをしていた。なんか喉が鳴るんだけどってママに話した。でしょ、おばあちゃんも言ったって。喉が鳴るから恥ずかしいって。ほら、今も鳴った。なんかいろんな音が鳴る、喉から。で、これ妹も鳴るって言ってた。ママは鳴らんって。いいなーって言って話した。何なんだろうね。喉からなんかグワーってなる。いろんな音、本当にいろんな音が鳴る。なんか食堂通ってるよみたいな、よくわからん。今食堂通ってるよみたいな、喉が鳴るの。でもさ、普通に考えて今食べてないじゃん。で今食堂通るみたいな、よくわからない。こんばんは。全然全然いい気。喉が鳴る、なんでだよ。専門です、専門。人生は変える。自転車に轢かれたからさ、生まれ変わったのかな。どうなんだろう。自転車に轢かれたから、私はあの時のカエルですって記憶を取り戻しましたみたいな。怖すぎる、やだ。そんなのトラウマになっちゃうよ。名前になっちゃうね。私はあの時のカエルです。
疲れた痛かったんだけどあの時本当に痛かったんだけどさ、仕返ししに来た怖すぎる。何かがのどをツン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 好きなの？ツン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 ってあんまりやることないじゃん。でもなんかよくわかんないけど、くるといるとね、鈴木くるみちゃんっているとさ、なぜかツンツンすることあるんだよね。よくわかんない世にも奇妙な物語ありそうだよね。でもなんだろう、何気ない日常で起こった悲劇的なありそう。怖い話、なんか最近日本の怖いの無理かもしれんけど、最近の香港は怖くないかも。なんかあれで終わることが多い。あのさ、いつのか分かんないけど、いつのか分からんけど、大根のやつ、ぶり大根の話セブリ大根大好き、どうでもいいんだけどぶり大根の話があったの。なんか大根で切られるってやつ、あれ全然怖くなかった。浜辺美波さん可愛いで終わっちゃった可愛いで終わっちゃったよ。ブリ大根、なんか先輩、好きな先輩にブリ大根、その先輩がブリ大根好きだからブリ大根を作ろうと思ってブリ大根を買いに行ったので、そしたらなんか帰りにおじさんにぶつかっちゃってそのおじさんが大根持ってて、大根でシャキーンってやった。そしたら切れちゃったの。だから大根が刀みたいになっちゃってみたいな話で、最終的に切られちゃうんだけど、その子は修行をしてブリだ、あのその大根おじさんに勝てるようになんか修行をするみたいな話。ブリ大根美味しいよね。ブリでは大好きな赤ビー、今日はレッスンじゃないです。なのな、今日は休み、休みだよ。なっちゃいそう。そう、大根の刀の、うん、サビって言うと嫌われるって言われたから言わないようにしてたけど、もういいやって思って、最近はすぐ言っちゃう。でも直接パパにビーって教えたことない。多分ママから聞いて知ってると思うけど、パパには言ってないずっとえ、嘘、地名クラスター、そうなの。まず席まだ何も見れてない。セイナさんがね、ちょっとの知ってるけど、どうかな。こんばんは、なんか症状軽いといい。症状軽いっていいですね。結
構つらいもんだって注射であんなつらいんだよ本当に。だったらつらいよね。遊びいろいろ言われがち。言われる。だって B って言うと態度変わるんだもん。それはちょっとおかしくないってなるよね。偏見が。偏見なんだ。めっちゃ嫌になっちゃう。先ワクチン打った。あ、本当ですか？ワクチンあと1回打つ3回目がまだ打てれてないで、あさってかな、あさってぐらいに打つ3回目確か、あさってぐらいに打つ。なんかね、さっきね、そんなね副反応そんなすごい多くないの、すごくないんです、全然。一日爆睡すればね、次の日にはキラッとしてる感じだから、だからあさってやる。ウェイって。そう、マイペースかも。でもさ、ぶっちゃけさ、性格って変わん、なんていうの、血液型によって性格が違うみたいな、なんか診断みたいなのあるじゃないですか。あれさ、ぶっちゃけ誰でも当てはまるって思いません？全部に当てはまるんだけど、全部か分かんないけど、ほとんど当てはまるよ。さっきそれで今までずっとA だと思ってた、 A 型だと思ってた。めっちゃ合うじゃんと思って A 型だと思ってたけど、献血したら違かった。B ですって言われて、え、 B？ そうですよねって、ずっと A だと思って生きてきたって話した。あ、そうだったの？ね、症状軽いっていいですよね。ね、本当に誰でも当てはまる。で、先 A か O って言われた、家族に。でも A っぽいねって言われた。そしたら B だった。どこが A っぽいんだって。どこが A っぽいんだ。B だよ、 B。 なんかフラガール、舞台フラガールの時に B 型が5人、いや6人ぐらいだ、多分5、6人ぐらいだね。だから、そう、意外と多いんだなって。あとはね、ほとんど AB が多かった。珍しいねっていう話をしてた。あんまりいないじゃんって、いっぱいいるの珍しいよねって。 B 型で写真撮った。 B って言って、ね、B。 でもさ、席さ、すっごい不思議なことがある。なんかなんて言うんだろう、なんかさ、好きな女優さんとかさ、好きなキャラクターっていうの、大体 B なの。大体 B なの。びっくりなんだけど、ええー、と思って。浜辺美波さん B、 あとは東京リベンジャーズの佐野万次郎、マイキーも B だし、あとなんだっけな、
なんかね、なんだっけな、あ、コナン君も B じゃん、確か、確か B だった気がする。あとね、なんかね、いっぱいいるんだよ、全然思い出せないけど。だいたい推しが B、推しが B とか言うだいたい推しが B なんです。 AKB も B 型いるかもしれない、もしかしたら。分かんない、そんな意外と血液型の話にならないんですよ。そうそう、そうなの、コナン君確か B だって。確かね、ちょっと前になっちゃう。でもね、コナン君じゃなかったら何かが B なの、誰かが、コナンの中の誰かが B。 なんだっけな、なんかね、いっぱいあったね、 B 一緒の人。あ、一緒だーってなったことがあったす。あれ、こんばんは。あー、確かに。確かに確かに、いっぱいいるんですよね、 B、 割と多めな B。 なんかさ、 O がいっぱいいるイメージあるんだよね、よくわからないけど。てかさ、近畿はほとんど O なんだよね、ほとんど O なの。この家はいろんな血液型がいる、そんな気がする。みんなバラバラすぎる、わかんないけど。これでさ、ほとんどしちゃったら笑っちゃうね。おっと、あと何がいるんだ、おっと、 A と B は今のところ先しかわかんないな。なんかね、みんな血液検査してないの、本当にわかんない。でも、オート笑顔そうだな、この家。なんとなくだけ。そんな気がする。なんとなく。なんとなく。勘だよ、これは勘だよ、勘時に性格がどうとかじゃなくて、なんとなーくなんとなーく時にマジ適当すぎる、なんとなくいいかな、なんかこうかなみたいな感じ。ああ、かおりちゃんと会えなぞ、そうなるといっぱいいるね、本当にめっちゃいる。なんかさ、 B ってさ、結構さ言われがちだからさね、なんかあまり良くないって。だから B が仲間がいると嬉しい。暑くなってきた、この部屋腐りそう。
そう、名探偵の勘ってやつ。そうです、名探偵の勘ってやつです。あ、言いたくないって言ってました。え、その子 B って言うとさ、そうなの、B ってさみたいな言われるから嫌だ。優しい、カムサムニだカムサムニだ。ちゃん軽トラの運転できる、知ってます知ってます、それ知ってるの。あのね、ほんと16期のお披露目のあとぐらいに聞いた、それ。かおりちゃん軽トラ運転できるってえ、かおりちゃんがみたいな、みんなすごいって言って、かおりちゃん軽トラ運転できんだって、すっごーって言って話してた次まだ運転できないやすごいなって。なんか普通に運転してる、かおりちゃん可愛いから心配になっちゃうよってみんな、ね、聞いたことないかも、似ているって。ノーノー、すごい、二重跳び25回も二重跳びできない、やり方わかんない、二重跳びって何回回ってんのかわかんなくなる、なんか二重跳びができてんのかわかんない、普通の縄跳びだってできるけど、あのあとあれとか交差とかなるわ、なるわ、かんな、二重跳びって。マンピョンもなんだ、なるほどね。めっちゃビール本当にってこんないるとは思ってなかった、思ったよりいる、嬉しいわなんかさ、すごいさ、ビーみたい、そうなんみたい言われるか、すごい嫌だなって思ってたけど、これだけ仲間いると嬉しい。調べます。お腹がピューンって調べます。似てるんだ。なるほどね。見たこと。かおりちゃん習字、そう、なんかかおりちゃん習字上手みたいな。それも聞いたわ。なんでか全然思い出せない、なんか習字かおりちゃん習字なんでなんで知ってんだろう、なんかね、かおりちゃんが習字なんとかかんちゃんみたいな聞いたんだけど、全然思い出せない、習字習ってたのかな、わかんない、なんかそういう感じの話だった。
ちゃ思い出せないけど、なんかね、かおりちゃん習字はなんか聞いたことあるなんかその単語は聞いたことある、全然思い出せない、何だったんだろう、習ってたのかな、なんかそういう感じだった気がする。こんばんは、アイス飲み食べた、美味しいよね。配信で言ってた？フォローしました。ありがとうございます。あ、来た来た。ちゃんと来て、フォローしました。ありがとうございます。好きもあれだよ。好きも全然習字と関係ないけど。高校の3年生の時、高校3年の時の文化展、それ初めて出したの、文化展、なんかそれはなんか賞状もらったけど、その賞状どこ行った、あ、ここにある、ここにある、なんかね、鉛筆で名前書かれてた選ばれる予定じゃなかったっぽい感じ、別に名前書かれてて、急いで書いたんだなって感じの、ちゃんとした症状ねちゃんとした症状だけどさ、鉛筆だって、それか名前間違えてたのかな鉛筆でした、もらったなんか卒業式にも習字もらったの、なんかよくわからない、なんかね、珍しく高校生に習字をもらったんだった、これじゃないの、かき氷食べたい、ガリガリ君食べたい、あ、鉛筆だ、鉛筆だ、とかになんか文化展は特別賞もらったの、関と同じ名前？嘘？一緒だね、意外と関って多いよね、名前、これちっちゃいの、で普通の大きさとちょっとちっちゃめ、これは特別賞、こっちは卒業式もあった、よくわからん、これこそよくわからんだよ、しかもめっちゃでかいの、あーが違う違うね、なかなか一文字で先っていなくない、でめっちゃでかいの、これはなんかね、これよくわからない、学校の課程を終えられました、その意欲と工学心は他の生徒の規範よ
そう、あのサクっていう感じで、でも読み方は違うんですよ。そう、なんかね、サキって同じ感じの人いるけど、でも滝恵美さんじゃないですか。だからさ、名前は一緒、漢字は一緒でも読み方が違う。もしくは名前は一緒でも漢字が違うみたいな。同じ人いないかも。だから漢字も読み方も一緒ってなると、なかなかいない。この前の波動を見て気になった。ありがとうございます、ありがとうございます。確かに美咲って名前いっぱいいる。美咲、美咲は咲の友達にもいるよ、いっぱい。美咲って何人いるんだ、咲の友達。1、2、3、でも4人か、でも4人か。小学校、中学、あと専門、あとタイヤ。4人。意外といるんだ。よいしょ。友達だ。他にもいっぱいいる。お疲れ様でした。I'm from Indonesia. Hello. Hello. Hello.ハローっていう時間なのかな。あ、待って、さっきインドネシア語のね挨拶覚えたのに忘れちゃった。覚えきれてなかった。いや、練習したんだよ。全然思い出せないけど、インドネシア語のこんにちは挨拶を覚えたの。忘れちゃった。何だったっけ。次までに覚える。完璧にしてくる。いや、インドネシア語ね覚えたの忘れた。あ、忘れちゃったよ。ありがとうございます、フォローありがとう。サリさんに習ってないです。これはね、なんかね、インドネシア語で喋ってる人がいたの、動画で。で、その人の真似をして覚えたの。けど忘れた。全然出てこない。一昨日ぐらいまでペラペラ言ってたのに。なんかね、違うの、なんか自己紹介っぽいやつ。なんだっけな、長いの。サリマカシー。なんだ、違うんちゃう。なんだっけな。任し、てりまかし、てりまかし、なんだっけな、全然出てこない。何を言ってたんだ、全然さ、なんかね、ずっとペラペラ言ってた。
ダメだ、思い出せば、ダメだ、ダメだ、ダメだ。この顎が嫌いなの、わかります？弟と顎が一緒なの。なんかさ、赤ちゃんの顎ってさ、これが嫌い。これ何なんだろうね、本当に。赤ちゃんってこういう顔するよね、泣きそうになるとあさ、常にさ口がさこうなってない？難しい。歯があるから富士山みたいなこういう形してんの。あ、これだ赤ちゃんって富士山みたいな口しとるんや、ずっと。これの歯ないバージョンだからマジ富士山。マジかわいすぎる。2歳の弟が歌ってた、ずっと。マジ家のアイドル2歳児だから家のこの家の中のアイドルは2歳児です。ずっと歌ってくれる。やちまいなこんばんは。あとね、今日はね、あれ歌ってた、乗り物集まれ色からなんかいろいろ歌ってくれるよ。歌ってって言った、歌ってくれる。先生を、皆さんおはよう先生、またまた明日。あの子みたいな歌がある。それとか、最近すごい恥ずかしいことがまた増えたの。あのね、
お店とか行くじゃん、買い物に行くじゃん。でさ、歩くじゃないですか。歩いてるからさ、どうしても歌いたくなっちゃうみたいで、バカでっかい声で、お店中ね、すっごい響き渡るぐらいの声で、あるかあるかって歌い始める。だからやめてくれ。みんなクスクス笑ってるのさ、めっちゃ恥ずかしい、恥ずかしいってなる。よく歩いてると歌ってる、あるかあるか、私は元気元気すぎるだろうって思う。恥ずかしいからやめてくれって思った。ちょっとでも元気、こんばんは、とても元気です。びっくりするくらい可愛いんだけどね、可愛いんだけどマジで恥ずかしい。注目浴びるから、あーやめてくれってなる。お風呂上がって戻ってきました。あら、おかえりなさい。ねえ、本当に子供はね、ダメですよ、我慢できないから全部最近ね、可愛い子を見つけちゃった。マル？マルってトイレかな、トイレ、トイレとかねトイレだったらできますよ全然。マルってなんだろう、マルってなんだっけ。あ、子供用のトイレか、あれか、あのつけるやつ、あれなしで全然できますよ2歳児もうね、漏れたらね気持ち悪くなること分かってるから、普通のトイレでしてるよ、あの大きい普通の。そう、そうそうそう、おまる使ってない。おまる最後使ったのね、多分長男の時が最後だと思う。長男の時が最後かな確か。そう、一回一回使った後洗うのがめんどくさくてやめた。ね、なんかね、何ついてたんだろう、アヒルじゃなかったんだよね使って、しかも結構前だったからね。キャラクターだったよ、何のキャラクターか思い出す。キティちゃんは1個使ってた、妹は。弟なんだっけな、分かんない。トーマスとかかも、確か使ってましたよ。そうそうそう、2歳はね、あの自分で乗るのはちょっとやっぱり怖いから、落ちちゃうと怖いじゃん、だから一応乗せてるけど、でも多分ね自分で乗れると思う、全然乗れそうな感じする。いつも一応で乗せてるけど全然自分で乗れちゃう感じ、いつも自分で乗ろうとするもん、でもちょっとやっぱり怖いからと思って乗せてる。けどその後も自分で降りて流してっちゃってだから全然できちゃう。運動神経とてもいいんです、あの子。
ねえ、あ、そう、1歳成り立て、1歳成り立てでほんとやっと歩き始めたぐらいの時、1歳成り立てって1歳半ぐらいかな、もうちょっとで1歳半っていうぐらいの時に階段から落ちたのなんか階段から落ちちゃって、なんかね、一人で勝手に行っちゃったの、靴履いて行っちゃって、で、へみたいなで走ったけど、ギリギリダメで間に合わなくて転がっていっちゃった、階段から落ちて、そう、割と5段くらいからコロコロっていっちゃって、やばい終わったって思ったのね。あの子は天才、2歳は天才です。ちゃんと受け身を、受け身取ってた、あのね、無償マジかこの子やべえなってママと話した、すっごい覚えてる、あ、すっごいなって言って、マジやばいよって言って将来が楽しみだって言って話した、何も怪我、え、かすり傷一つもなかった、なんなら泣いてないし泣いてない、マジ無だった、え、みたい、もう逆に心配になるよね、泣かないから、え、みたい、大丈夫これ大丈夫なやつ、その後元気にえへへって言いながらテクテクしてたから大丈夫だった、冷や汗かいた、一気に終わったーって思った、全然だった、ちゃんと受け身取ってたからちゃんとちゃんとね、普通さ階段転んだらさ頭から行くじゃん大体、違う、コロコロコロって言ったの、あの横でみたいなあそこで困惑、え、みたいな、待って横で転がってた今みたいな、あ、すっげえなって、マジでプロだと思った、え、びっくりしちゃった、だからもうそっからもうずっと2歳マジ天才って思って、なんかねすごいの本当に2歳は、生まれた時から生まれた時はね手足長すぎてマジで猿みたいだった、本当に写真見たらびっくりする、赤ちゃんってこんな手足長いっけってなる舞台の階段落ちみたいな感じ、そういう感じです、横にコロ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 って最後柔道で終わるみたいな、席も全然ありますよ、階段から落ちたこと何回もある、え、全然あるよ階段から落ちること、全然ある、え、なんかちっちゃい時はねおばあちゃん家が階段なの、階段になってんだけど、そこでよく落ちてたし、でもなんかもう慣れてた落ちることに、まあ痛いけど、あとはね、あ、あのさ駅のホームのさ階段って、あれってさなんかよくわかんないけどさ、階段ずっと折れてるとさなんか階段の感覚なくなってきてさ、わかります、落ちそうになるの、あとたまにさラストの1段ないと思ってさ、あ、1面と思ったらさ階段あってさこけそうになるとかはあるよ、よく最近はね、最近だとそういうのがよくある、階段から落ちるのはなんだろう、ちっちゃい時ぐらいかも、ちっちゃい時ぐらい大きくなってからそんな階段落ちること、でもマジであ
よし階段終わったと思ったらラストで1段あったみたいで、おーみたいなのはよくなるよくなる、そういうのそういうのあるあるだよ。わかります？それが先の中でのあるある。え、そう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 、めっちゃあるあるよね。 それがしょっちゅうあるし、あと階段降りてるとき、特に降りてるとき、なんかもう降りてる感覚だんだんなくなってきて、あれまだ階段ある、え、まだ階段あるっていうときなんか異常に長いときない？階段で登ってるときもそうだけど、あれ待って階段あるみたいな、え、わかる、夢とかさ、あの急降下するみたいな落ちた瞬間にはぁってなる落ちた生きてるみたいなめっちゃなるそれあのさ、何、あのさ、例えばさ屋上から飛び降りるみたいなとかやるとさ、あさ落ちてる感覚、あれ何なんだろうね、本当にし、え、そう急な階段やばい。なんかさ山多いからさ神奈川って階段多いのね、坂のところと階段のところ多いの本当に。だからさその坂のところって、坂の隣にある階段って大体急な、めっちゃ急なの。え、なんかね中学の時のぼ毎日登ってた階段がマジでおかしいの、全部ね合ってないの高さ、バラバラ、めっちゃバカ高いところもあればめっちゃ低いところもあるのみたいな。だから感覚つかめなくていつもあれみたいななってた階段あると思ったらないみたいな、高さがバラバラすぎて、そういうのあるあるかステージ次ステージ転んだこといっぱいありますよ。多分メンバーで一番多いっていうぐらい多いかもしれない大体なんかコンサートとかこけてるよ大体最近はそんなんなくなったけど、うん、でもいつも何かしらある、転ぶかハプニングが起きてるかどっちかで、いつもいつもどっちか。え、そう登るときってそうでもない、降りるとき怖いよね、何なんだろうねあれって。なんか落ちてるよね感覚、わかります、落ちてる感覚するあ落ちちゃうって思っちゃう、なんかよくわかんないけど、十分休めてます今休んでおります、めっちゃ休んじゃってめっちゃわかる。なんかね、わかんないな、なんで転んでんだろう。飛ぶ夢見たことない。飛ぶ夢ってど飛んでる感覚ありますなんかやばいやばいやばい、充電がない、充電がないよ。あるんだ、え、どういう感じですか。あー待って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 、あ、出てきた出てきた、え、うざいじゃないよそれ、ビギナーで、ビギナー絶対ビギナーで、やってるビギナーじゃなかった、そうだっけ、すっごいビギナーの記憶あったんだけど、そうだっけ、熱中症全然大丈夫です、皆さん大丈夫ですか、熱中症
っちゃ暑いもんね最近。え、わかる。授業中さガタンってなる、めっちゃわかる。でもあれさ、咳飛ぶ夢じゃないの、よくわかんない、勝手になる。なんだろう、飛ぶ夢は願いが叶うって予兆？そうなの？地上から1階まで階段で降りたことないです。階段使ったこと、階段あるの、そもそもわからない。本当に暑いよね。ビギナーだった気がする。あのさ、多分ね、多分さっきの記憶上あんまり記憶ないんだよね、あの時、この時じゃない、ちちちちちちのところだと思う、確か。さ、このスライドの時じゃなかった、確か。なんかね、記憶が正しければ。先浮かび上がったことない、沈んだことはあるけど、沈んだことは数えきれないくらいある。なんかアリスみたいな、アリスのさ、あれじゃないですか、不思議な国のアリスの、穴に落ちてくシーン、あれみたいな感じ。マジで落ちてく、とことんそこまで落ちてくみたいな。はぁってなる、いつも。はぁってなって起きてる。やばい、生きてるわ、寝よう。そうそうそう、不思議な国のアリス、あれみたいな感じ。本当にあれで、今はの国じゃないよ。不思議な国のアリスです。マジでそうなる。あと最近すっごい不思議な夢いっぱい見てるわ、過去に。なんか今日声なんか変かも、耳が変なのかな、分かんない、変な感じする。なんか急に怖くなってきた。なんかたまにあるの、なんかこの部屋絶対なんかいると思うの、個人的に絶対なんかいると思うんだ。なんか誰もいないのに人の気配感じるときあるし、本当に嫌になっちゃう。そう、見る、よく見ます。席気づかないの、夢見てて。夢って、あのね、起きてあれ夢だったんだって思う時もあるし、たまに夢とこんがらがってる時もある。なんかちっちゃい時それしょっちゅうあって、あの夢で起きてたことなのに、それ現実だとずっと思ってて、でママに話して「え、何言ってんの？」って言われた時あった。いとこに話してもあった、いとこ、おばおばに話しての時もあった。え、そんなことしてないよって言われて、あれ夢って、夢じゃないって言われて、あ夢かってなった。ちっちゃい時はそれしょっちゅうあった。なんか困るよね、そういうの、わからない。マジでちょっと話戻るけど、この家なんかいると思う。金縛りはあったことないと思う、わかんない。金縛りが何かわかんない、どういう感じなのかわかんないと思う。え、見えててほしい、だったら見えるなら一番。見えないって怖くない？だってさ、急にさこの辺に顔とかあったらさ、うえーってなんで。めっちゃうえーってなっちゃう。あ、そうなんだ、知らんかったわ。え、怖くなってきちゃったよ、本
当にしょっちゅうあったよ。特に小学生の高学年の時と中学、うわマジほぼほぼ毎日っていうぐらい、なんなら学校でもあるしみたいな。よくね授業中かくなってた。すっごいダメだ、ジッパーのお知らせがめっちゃ来る。今充電してるのに。飛ぶ夢はないです、飛んだことない。飛ぶ夢って見なくない？見る？全然見ない。霊感あるのか分かんない、気のせいなのかもしれんし、なんかね気のせいなのかが分からない。一番怖いよね、さっきさ最後まで確認できないから怖くて。なんていうか、なんかさ影見たと、影見ちゃったらさもうさ、あやばい影見た、やばいものを見てしまったって終わるわけ。なんか完全には見れないの、確認してちょっとちょっと、あいるみたいな感じの、いつも。いやだからわかんない。こんばんは。スターになる人飛ぶ夢見る？知らなかった、全然知らなかった。マジで終わったって思う。え、それ劇場で見たことあるの？なんならめっちゃ泣いたことある。なんか小池踊ってたら見て、なんかいて、左後ろにいてね、じゃあはっきり見えるものじゃないの。なんかさ影とさあいるなみたいな、誰かいる、あこっちですこれ、そうそうそう、なんか小池さこうやって踊ってんの、こうやって踊るときさあの横向くからさちょっとこっち側わかるじゃないですか。でさこっち側壁なのね、 3.5 らへんの壁だからさ誰もいないはずじゃん。いるの絶対、なんか影いたの、なんかちょっと大きめのお兄さん、男の人だった、大学生くらいの人、高校生とかわかんないけど、どんくらい若めの、見てあやばいってなった、やばい終わった。しかもその後にね、その後にみんなが赤いレインコートの話さし始めたからさ、もう本当に怖くなっちゃって、マジ大号泣よ。大号泣。マジこの部屋も怖いんだよな。怖いよね。え、なんかそれをね楽屋に戻って泣きながら楽屋に戻って言ったらめっちゃ怒られたの覚えてる。そんなのいるわけないでしょ。めっちゃ怒られて、真面目に悩んでたのに怒られた。めちゃくちゃ怒られたんだ。シクシクで本当にさらに号泣だよ。めちゃくちゃ怒られた。そういうこと言ってんだったら劇場出なければいいじゃん。めっちゃ怒られた。その後にもみんなレインコートの話になっちゃってめっちゃ盛り上がっちゃって
やばいみたいな。そう見ちゃってたからさ、その時本当かわかんないけど、でもさいたからさ影、ああ終わったと思ってる時にめっちゃ怒れたから、さらにああってめっちゃ泣いてた。衣装さんにめっちゃ怒られちゃった。今では笑い話だよね、マジで。みんな笑い話になって。どうだろうね、メンバー見たことある人いるのかな。でもね、不思議なことがあるの。自分の中の音だった。何の音ってもさ、自分の中だった。なんかさ、楽屋の窓側のブラインドみたいな、よくさ刑事さんとかさこうやって覗いてるところやつあれじゃないですか、窓についてるやつ、あれがさ絶対誰も届かないのね。かといってエアコンが当たる位置にエアコンはないの。だから音が鳴るなんておかしいの。なのにねガシャンって言ったの一回、すっごいびっくりした覚えてる。えみたいな、誰みたいな。でもさ誰もいないわ、誰も届く人はいないのそこに。えみたいな、すごい不思議だった。あれは誰なんだろうって。ダーリー、でもさこの家が一番怖いかも。みたいな、ちょっとなんだかんだ言ってこの家怖い。なんかねたまに音聞こえてくるんじゃない。この音何？ああ無理だ。聞こえる？本当に嫌なんだけど、嫌い。本当にやめてほしいわ。そう、めっちゃある。今どっから落とした？多分本当に敏感なんだろうね。待って待って、いや本当に嫌なんだけど、これ音何の音だろう。大きい音、よしボコンって。そう、何かうーんってしてるよね。何なんだろう、今はあんま聞こえない。なんかうーんって、やっぱりそうだよね、聞こえるよね。今車の音だね。やだよ、ブーンって聞こえるよね。ほらまた聞こえてきた。何？でもみんなが聞こえてるならいいよ。いいんだけど気になっちゃう。違うもん。たまにさ充電器から音聞こえるじゃん。違うじゃん。発電機な。なんか聞こえるよね。うんって。なんか高い音も聞こえる。なんかさあれだよね
さ、マジ田舎っ子なのかわかんないけどさ、渋谷行くとさめちゃくちゃさ聞こえる、あのネズミよけみたいな音、あ待って、このうーの原因が分かってしまった。全然怖くないよ全然怖くない、全然平気です。あそう、なんかモスキート音的な、渋谷すごいよね。あのさ前さフォーエバー21あった場所らへん、あの辺音やばいですよ。異常、耳おかしくなりそうなくらい聞こえる。多分さモスキート音ってさ聞き慣れ、あ、ごめんってなった、あのさ聞き慣れてる人はさめっちゃさ分かりにくいの、多分多分ね、あれ若い人関係ないと思う、すっごい思った。多分ね聞き慣れてるか慣れてないか、多分ねそう思うすっごい思った。だって全然同い年の子とかと渋谷歩いてても、え聞こえないよって言われる、慣れてるか慣れてないかなんだと思う普通に。めっちゃ渋谷すごいよ、あーってなる。初めて行った時耳おかしくなるかと思ったから聞こえた、やばい。渋谷行くときさ、だいたいイヤホンつけてるからもうわかんない音が嫌すぎてイヤホンつけちゃってるからね。なんかね若いって聞こえるって言いますよね。でも意外とそういうわけでもなさそうな感じする。耳年齢なのかな、なるほど。耳はねマジでいいといいのかわかんない。なんかあんまりそんなうるさい環境じゃなかったから、環境なんかどちらかというと虫の声がめっちゃ聞こえる環境だからめっちゃ聞こえなさ、動物猫の鳴き声とかしか聞こえないからさ、あんまり車の音でうるさいとかないの。都会とか行くと車でいっぱいでさ、車の音すごいじゃん、てか車の音を聞せる勢いで他の音がすごいじゃんね。けど全然わかんないよ、全然わかんない、なんかそういう音がない。マジ静かだよ、このもんぐらい、うるさい。え、そこんなちっちゃい音が聞こえてくるぐらい静かな。それぐらい静かな、逆に言うと。だからめっちゃ虫の音とか、虫の音声聞こえるとあうるさーってなる、それぐらい。だからっていうのもあるかも。ね、やっぱりそうだよね、低いのなんか聞こえますよね、ずっとうーんって。全然寝てください、ちょっと寝てください、おやすみなさい、いい夢を。でもスキートーンって意外とさ最近ですよね、割とほんと 2,3 年ぐらい最近。新宿渋谷みたいに人がいた、どうかさす電池、ノーカル電池貼って出るんだ、知らなかった。
でもなんか人酔い、人混み、なんか酔うっていう人いますよね。なるほど、そういうことだったんだ。それはあんま分かんない。なんかね、とりあえずね、渋谷だけ異常にめっちゃ音が聞こえる、ね、なんか人混み酔うんだよねっていう人いますよね。友達にいた、人混み酔うからあんま好きじゃないって。そうなんだ。確かに人混みは暑苦しいしねって言ってた。人混みって暑苦しいよね、本当に。めっちゃわかる、言うのは分からんけど、でも嫌なのは分かる。多分誰もが嫌だと思う。逆に人混み好きっていう人なかなかいないと思う。あまりいないよね、人混み好きって。なかなかだと思う。ね。眠くなってきちゃった。先も何時だ。待って、先全然10時半ぐらいかと思ってた。全然過ぎてる。この時間じゃん、やばいよ。ランキングめっちゃ急だけど、ランキング読みます。いきます。13位、中地さん。12位、しげおさん。11位、すーさん。10位、くんちゃんさん。9位、ゴリポンさん。8位、モンキードッグさん。7位、チョコレモンさん。6位、サキサラーフさん。カムサムニンダーン。5位、ワッキーさん。4位、モントさん。3位、ケネスさん。2位、タクオさん。1位、ワイルドストロベリーさん。おめでとうございます。はち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 はねえねえ、最近ね、最近耳がねゾワゾワゾワってするの。それってなんでだと思う？最近ね、あの子まつげついてる。最近ね、耳がねゾワゾワゾワってするの。なんで？耳が鳥肌立つみたいな。嫌なんだけど。なんだろうね。なんかね、耳がゾワゾワゾワって。ちょっとそれが嫌だ。こんな、なんか耳が鳥肌立つみたい。すっごい気持ち悪い耳が。そう、なんか耳が鳥肌、ブルブルブルってして感じ。すっごい嫌だ。つばまにも話したっけ、ママに虫でもいいんじゃない耳にって。マジ適当って最悪すぎる。だったらそうだったら最悪すぎねって話した。耳に虫いたらどうしようって。でもね、違う、両耳なの。何なんだろうね。耳掃除ねしてるんだよ。髪の毛が耳に入るとかじゃないの。違うの、全然違う。ゾワゾワゾワってちょっとそれをググってから寝ます。気になる、めっちゃ気になっちゃうから。
なっちゃうよ。どうしても。水入ったことあんまりないかも。お風呂が、お風呂でたまに入っちゃうときあるけど、全部抜いてる人ね、分かったら教えます。それではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。